3ヶ月後に死んじゃいます。いやいや、死んじゃうって誰が。結婚で何が。わかんない。川上和馬さん、お笑い芸人38、私の10公演か。ステージ4の膵臓がん、余命3ヶ月だってさ。まだ瞳のこと諦めてないの。家族の新しい始まりの瞬間。俺の終わり方は俺に決めさせてくれ。私のために治療を受けてよ。父をもっと怒らせて、そしたら父には生きる理由ができるってことですよね。如果到了春天、星期六晚上8:40，锁定 JAM。